日本栃木県宇都宮市、滝谷町、滝谷町は栃木県宇都宮市の地名。定番の設定がない単独町名である。全域で住居表示実施済み。郵便番号は320-0847。宇都宮市南部の一区域。北は幸町、東は六道町、京町、南は明保野の町、西は鶴田町と接する。 住宅街と小規模な商店のみが広がる区域だが、主要な街道が滝谷町付近を通過しており、栃木街道、鹿沼インター通り、平成通り、桜通りの奇襲点である滝谷町交差点がある。滝の神社には宇都宮七水の一つである滝の水が湧いており、滝谷町の名はそちらに由来している。しかし現在は改築等によりこの神社には、井戸もなく、 かつての名水を楽しむことはできない。母親戦争では、滝谷町にあたる場所に新政府軍が四勤三宝を据え、六道口の防備を整えた旧幕府軍に向けて砲撃した。旧町名では、西原町の一部である。西原町からの分立直後は一町目、二町目、三町目に分かれていた。百六十五年の住居表示実施にあたり、滝谷町一町目。 二丁目、三丁目が統合され、定番を持たない町名となった。2017年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合の学区は以下の通りとなる。滝谷町の南西部に位置する滝谷町交差点は、宇都宮市街地南西部の重要なジャンクションである。宇都宮環状道路開通前は、 市南部から鹿沼インターチェンジ方面へ向かうのに、この交差点を抜ける必要があり、この交差点に通過需要が集中し凄まじい渋滞が発生していた。滝谷町の区域を囲むように複数の系統が通過している。ありがとうございます。